マッチはポルトガル対ブラジル、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。ポルトガル対ブラジル、さあ北澤さん、今日の注目選手一人挙げてください。ロナウドですね、はい、多彩なテクニックと前の推進力は世界ナンバーワンでしょうね。そうですね、切り込んでのシュート、ヘディングも持ち味の一つで、はい、うん、どこからでもゴールを奪ってきますよね。はい、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手と言えるでしょう。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ブラジル、頭で来た、ブラジル先制。ポルトガルから先に得点を奪います。コーナーから頭でしっかり決めました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあ、ポルトガル、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ、入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので、何が起こるかわからないですからね。やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。ビダルから大きく縦、ポルトガルは手元の情報ではワンツーパスでの崩しが得意なチームとあります。これについてはどう対処すればいいんでしょうか。まあ、大事なのは置き去りにされないことですよね。相手がワンツーを使うタイミングなんて正直わからないですし、使ったと思ったらもう抜かれてしまいますからね。他の味方のカバーは間に合わないと思った方がいいですよね。自分でマークついてって、シュート、必死のクリアですね。左サイドを上がっていきます。ロングフィードで狙う、スルーパス越えた、収まったフリーだ。ポルトガルは先ほどから細かくパスを回すシーンが多いですよね。そうですね、狭いスペースでうまくトライアングルを意識しながら回してますよね。攻め急いでいないので様子を伺いつつ、はい、相手を揺さぶってチャンスを待っているんでしょうね。攻め急いでないというところですね。そうですね、ベイル、いやー、ファインセーブでしたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたね。決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。さあ、左へ預けて、さあ、ここでカウンターと、これはつながりません。マルコス・ロホから右へ、クリスティアーノ・ロナウド、サイドのスペースを使います。この位置で受ける、クロスが上がる、カウンターを仕掛けていきます。自分で行く、いいですね、ルーズボール、ボールをカフー、攻撃的なサイドバックです。フィリペックからターテのボール、ベイル、さあ、つながるか、これ入りましたよ、素晴らしいパス、シュート、いや、惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。ポルトガル奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。ポルトガル今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。自分で行く、ここで収まる、ロベルト・カルロス、体を張ったプレー、
さあカウンターを仕掛けます。通るのかこのパス、いいボールだ。ベベットに渡る。おいい形ですよ。抜けてくる。どうだこのシュート。ヘディラ、ビシチェク。ブラジルとしてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。さあボールはベイルへ、上げる中央へ、あダメだ。ブラジル危ないところでしたが、なんとか来たメダル。いやファインセーブです。いやファインセーブですよね。よく止めましたねこれ。ミドルシュートに行きました。イスコ、ヘディラ対応します。クリスティアーノ・ロナウドに預ける。ここをかわした。クリスティアーノ・ロナウド、いやいい反応でしたね北澤さん。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたねこれ。このピンチよく防ぎました。キーパー中央へ、サイドを変えます。このパスを受けてビダ、パスをつなぎます。柔らかいボールシュート。一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0、ブラジル1点先制して折り返したという前半です。リードを奪えたのも良かったんですけど、はい、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。そうですね、後半も守りを固めつつ、はい、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。なるほど、ブラジルが1対0でリード、後半に向かいます。スタート、ブラジル 1-0 リードです。いいところですね。サイドを縦に走らせます。この位置でボールを受けます。サイドを使う、ロベルト・カルロスからケイタ。さあどこに出してくる。シュート、先制点はコーナーキックからでした。いやうまいですからねセットプレー。シュート、追加点、ブラジル。ブラジル大きな追加点。ケイタがこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。これ落ち着いてましたね。結構とっさに吹かす選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。シュート、ポルトガル完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね、また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、中央上がっていきます。あ道ができましたよ。
ブラジルとしてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。そうですね。フィリペ、おいいですね、抜けてくる、外に逃げる、長いボールを送ります。さあカウンターのチャンスになります。このボールはカットされます。ビシチェク一呼吸を置きます。ナチョフェルナンデスから長いボール縦へ、ケイター、この辺攻防はすごいですね。自分で行く、しました、ね、チャンスを演出できるか。ロマーリオ、これは素晴らしい反応でした。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ポルトガル、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。右サイド上がっていく、どこ抜けるか、ロマーリオ、ロマーリオからサイドのスペースへ、丁寧に足元を使う、いい展開ですね。ファーサイドへのボール、ディフェンダー集中力いいですよ。シュート、ダイレクトでのシュートでした。こういうダイレクトのシュート、ジャストミートさせるのは簡単ではないんですけどね。うまく合わせて鋭いボレーシュートでしたね。クリスティアーノ・ロナウ狙う、ポルトガルがホームでのこのビッグチャンス、ものにできません。前に行こうという気持ちはもちろんですけどもね、ちょっと慌ててますかね。抜けてくる、上げてくる、シュート、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。まあ居場所だったりとかね、ポジショニングだったりいいことによって、こういったルーズボールも拾えるポジショニングが取れてますよね。なるほど。ビダル、インターセプト。さあ左サイドへ。さあボールはロベルト・フィルミノへ。ケディラ。ブラジルは2点差リードの残り時間をどのように戦えばいいんでしょうか。もう時間を稼ぎつつ相手に対応していく形でいいんじゃないでしょうかね。この場面では失点することが何よりも怖いですから、ディフェンス優先に考えていった方がいいですよね。フィリペ、これはつながりません。イスコ、これはファールです。カットします。ロベルト・フィルミノ、緩く狙ったボール、ロベルト・フィルミノからのパスは通りませんでした。ナチョ・フェルナンデス、クライフ、ジーク、ロベルト・カルロスからロマーリオ、ここかわす、ロマーリオ、枠を捉えきれませんと同時に試合終了、2対0、ブラジル見事勝利を収めました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。ブラジルとしては前後半通して素晴らしい立ち上がりでしたね。結果としてゴールもその時間帯